ずっと日本に帰りたかった。日本のことを家、うちだと思ってるからですかね。あー、なんか皆さんおはようございます。おはようございます。サンゴライフランクチャンネルへようこそ。今日はですね、スペシャルゲストをお招きしております。はい、シルです。今日はよろしくお願いします。今日よろしくお願いいたします。私たちは初めましてですね、はい、初対面なんですけど、私は結構弟子さんの動画もう見てるので、なんか全然初対面じゃない感じ、私にとって。そうですね、はい、私もシルさんの動画とか何本も見てて、で、初めましてなんですけど、そうでもないっていう感じですかね。本当昔から知ってるような気がするんですよ。ありがとうございます。本当に。で、今日はですね、ご存知ではない視聴者の皆様のために後ほど自己紹介をしたいと思うんですが、私たちは2人とも久しぶりに日本に戻ってきたと思うんですけれども、うん、まあ、そこでどういうふうに感じたかとか、どういうことを体験しているか、まあ、これからどういうことをしたいかっていうことについてもぜひお話しできればなと思っております。そしたらまず千代さんのこと知っている方がたくさんいらっしゃると思うんですが、簡単に自己紹介をいただきましょうか。はい、シルです。ブルガリア人です。私は、まあ、一応イタリア人ですかね、選手と申します。別でネバネバチャンネルをやっています。あ、私も言い忘れたけど、私もチャンネルをやってます。シュルというチャンネルです。そして今回はいつぶり日本に来たんですか？私は2年ぶり日本に行きました。ギリギリ去年、はい、日本に戻りました。弟子さんは？私はですね、去年の9月に3年ぶりに来て、その後に1回12月に旅行に行ってきて、今は1ヶ月ぶりまた日本に入ってきた感じですかね。すごい旅人旅が好きですね。来ましたよ、あのそのシルさんの動画とかで、なんか本当に日本に行きたい、もう限界ですみたいな、はい、それをすごいね、感情的に伝えていたと思うんですが、あ、やっぱりその時まだ観光ができなかった時期だったので、もう毎日毎日、あ、いつ行けるのかな、なんかめっちゃ辛い思いで、あの毎日してたんですよ。私は2年前に1年間神戸大学に留学して、その後帰国して、その一番楽しい、やっとちょっと日本の生活に慣れてきたっていう時にもう帰らないといけないっていうことになって、それはやっぱり落ち込むですね。だからもう帰ったら何もかも全部暗く見えてたんですね。日本に行けたらなっていつもそういう思いしてたんで、なのでずっと日本に帰りたかった。あと長年日本語を勉強して、その日本語の能力を失うじゃないかなって思ってて、必ずまた戻りたいっていう気持ちだったんですね。なんで日本に戻りたいな？いや、でももうまだ日本にやりきれなかったことが多すぎて、ちょっとあの留学の1年が足りないっていうのが私の中で大きかったんですね。やっぱりもう観光とか、あと美味しいものをたくさん食べてみたいし、あとこの日本の雰囲気が本当好きで、あのここにいると心が穏やかなので、あの自分の20代の間に必ずちょっとまた住みたいなっていう気持ちが大きかった。それができなかったら私は多分ずっと後悔してたと思う。やっぱりな、もう日本語は私の一部なんですよ、日本と日本語。そういうふうにもう子供の時からアニメ見たりとか日本語を勉強したり、そういうことがあるからこそ私は戻りたいって思ってたんですね。私はですね、なんかなぜ日本に戻りたかったかっていうと、日本のことを家、うちだと思ってるからですかね。あ、なんかだから戻りたい、なんか観光したいとか、なんだろう、まあ、もちろん日本にいる時は日本人みたいになんか見たことないところには行きたいんですけど、例えばあの仮に、まあ、この前もオーストラリアとかあのニュージーランド、いろいろまあタイとかにも行ってきたんですけど、そういう国に行った時にやっぱり本当にザ観光客で食べたことない食べ物とかちょっと食べたりして、で観光地に行って、まあ、観光客ですね、うん、
なんですけど、日本に帰ってきた時にそういう観光客がやることもやるかもしれないんですけれども、普通に生活する、まあ、私もそう、結構似たような感じで、去年、まあ、日本に着いた瞬間もものすごくなんか、あ、物事のやり方とかも知ってるし、なんか当たり前なことだと感じてたんですね、うん、そうですね、うん、なので、なんて言ったのかな、日本に帰ってきた時に一つの、まあ、日本に戻ってきた一つの理由としては、私もなんかちょっと日本語忘れたくないっていうのもあるし、はい、で日本でまだまだやりきれなかったことだったりとか、私もなんか専攻は日本語とか日本文化だから、私も、はい、だからね、なんか逆に日本に戻りたいのが普通っていうか、そのまあいろいろ仕事の可能性的にもまあいろいろなんか日本でできる、私たちに、まあ、勝手に言うと日本でできることがある可能性はなくはないのではないかって、はい、うん、思っているところもあるかな。で、気持ち的になんか、あ、日本に帰ってきました、どういう気持ちなのかっていうことについても聞きたいんですけど、でも本当に私さんが言ったように、もう家みたいな感じ、なんか全然、あ、違う国に来たっていう感じではないんですよ。もう慣れて、慣れすぎて外国に来たっていう感じではなかったんですね。そうですね、そういう感覚ですね、うん、ただいまっていう感じですね。そう、ただいま、ただいま。でも逆に私は、あの、去年ブルガリアにいた時、日本に暮らして気づいたことをブルガリアに変えて、もっとブルガリアはこういう感じで改善すればいいというところはたくさん気づいた。観光とか日本だとめちゃくちゃ力入れてるんですね。なんか地方行ったら地域によって有名なものとか買うべきお土産とか、あの、行くべきところ、レストランの店、なんかそういうのをブルガリアにも全くなくて、将来ブルガリア、まあ多分ブルガリアに住むと思うんですけど、そこでちょっと日本みたいに、ちょっと日本のツーリズム対策をブルガリアに取り入れたいって思うようになった。そういうところで、あの、また日本に来てどういう風なやり方を研究しながら、あの、生活してる感じですね。弟子さんはもう3年ぐらい日本に帰ってなかったけど、去年やっと戻れて、どういう気持ちですか？そうですね、前日本にいた時にコロナ前、学生だったんですね。まだ私も留学していて、結構なんか似たような感じですね。そうですね、うん、ね、多分ね、そういうのね、日本語を勉強してて、あの、留学に来てて、いいところ、そうでもないところを両方知った上で戻ってきたい国、うん、だから、うん、なんか、ただいまっていう感じで、やっぱり日本に来るたびに新しい発見があるっていうのは、それは必ず、それはあります、必ずあります。だってこの前私は初めて、うん、あの、北海道で初めてスキーやってきたんですけど、なんか日本の、あの、粉雪、粉雪、なんかその雪が特別、まあ、日本でしかできない雪がある、ということは知らなかった。私も知らない。いや、すごいのよ、本当に。パウダースノーって言うんですけど、それがすごいの。新しいことを発見したりとか、あとは最近私銭湯毎日ぐらい行ってるんですけど。マジか、行ってますか？なんか昔は何回も行ってたんですけど、今は恥ずかしい。そう、なんでわかんない。友達と行けたら行くけど、今一人行くのがなんか恥ずかしくてできない。でもじっと見られるからね、なんか欲しい。見られるでしょ。いや、はい、見られるっていうか、その見られるっていうよりも、なんかその、なんだろう、まあ、あの、マナーちゃんと守ってるか、うん、はい、すごい見られる。本当ね。そうそうそう、なんか先頭によってはね、気づいたら、はい、なんかだから今はいろいろ行っているから、例えば前気づかなかったの、留学の時によく通ってた銭湯にこの前行ったら、全然なんか前と違ってたっていうか、雰囲気が、銭湯によっては雰囲気は全然違うから、そうそう、違う銭湯だったら、うん、あ、みんなすごい優しいとか、この前はすごい優しいおばあさんとかあったり、あの、とお話ししたりして、行きたいな。今ちょっとちょっと挑戦してみよう。今逆に住んでるところはいつも思うけど、やっぱり東京って大きい都会だけど、近所によると静かで、私は結構神戸の雰囲気にも似てると思ったんですね。特に今私が住んでるところだから住みやすいと思いました。近くにコンビニとかスーパーもあるし、もう嬉しくて。私はね、この前はね、終電逃した、逃してないんですけど、その乗り換えがね、何回もあって、うん、でその最後の乗り換えで番線間違えて、うん、なんかもう本当に私が、あの、行かないといけない番線見つけられなくて、
それで違う番線の電車に、まあ、それに乗るしかなくて、でも最終的に3時間ぐらい夜中で歩いたんですよ。なんかこっちに帰ってきたのは朝の3時半ぐらいに帰ってきてただなんかその中ですごいなんか、まあ、住宅街とかも通ったり、そうで、まあ、もうちょっとにぎやかなところも通ったり、朝なんか3時頃に仕事を始める人とかもいるわけだから、その信号を配る人だったりとか、そういうのをいろいろ見えてなんか面白かった。全然怖くなかった。あ、でも本当に日本だと夜普通にそういう住宅街歩くとコンビニとか光が、コンビニの光があるからもっと安全かもしれない、海外に比べて。今シュウさんって日本でどういう生活をしてるの？私は本当に普通の人の生活をしてる皆さんが思ってるようななんか輝いた生活ではないと思います。まあ、動画もやったり、ブルガリアに関する仕事もリモートでやったりとかで、あとは好きなんか暇な時間で観光行ったり、友達とカフェとか行ったり、なんかそういう本当に一般人の生活を送ってます。私はそうですね、この古民家とかに住んで、うん、私もいろいろ仕事をやりながら友達のところに行ったりとか、あとは最近で言うと、あ、面白かったのはトランポリンとかをやったり、トランポリンジムみたいな、そこでジャンプしたりとか。やってみたい。いや、そう、楽しいよ、本当。そうですね、まあ、旅に行って、今ね、まだ冬だから、その雪とか楽しめたり、北海道とかの。なので、まあ、そういう感じですね。仕事もして旅もしてる感じですかね。やっぱり日本に住んでると私たちみたいに外国人日本語が話せる、あとはまあこういうクリエイティブなこともやったりすると結構仕事の案件とか来るんじゃないですか。だから私も結構インスタとかでたまになんか案件が来ると、今こういう生活してるからこそできるから、まあいろいろ新しいことを挑戦 してます。私は多分もうあと1年ぐらいに日本にいると思うんだけど、その間はまあモデルの仕事だったり、まあ、ブルガリアに関する仕事とか案件だったり、もういろいろやりたいと思うので、はい、もし視聴者さんの中で誰かそういうのを一緒にしたい人がいたら、はい、私のチャンネルとか DM してください。シルさんはなんか今後、まあ、日本でブルガリアで今後やりたいことを、うん、なんか例えば日本とつなげてここで研究して、今度ブルガリアに行った時に、うん、そういう新しいことを導入したりとかみたいな生活をですかね。そうです、もう大学卒業してちゃんと家族と、なんか家族と仕事に集中するっていう感じではなく、自分のための1年っていうか、いろいろやりたい、あとなんか自由な生活したいっていう感じの時期ですね、私の人生の中で。日本にいるからとてもハッピーですテシさんはこれから日本で何かやりたいこととかありますか？いや、私はですね、そうですね、まあメインにやってることは一つあるんですけど、ちょっとまだ公開してないものではありますので、まあシルさんには発表しますやったなのでそういうことを、まあ、やったり、2ヶ月ここにいるんですよ。なんかそんなに長くはない、あとは戻ってくるんですけど、5月に友達が結婚式を挙げるからモロッコに帰ってくるんですよその時にまたアフリカとかヨーロッパに少し寄ってからまた日本に戻ってきて、皆さんに発表してない、発表してないことをやり続けながら、日本でまだ発見したことないところに行ったり、まあ、新しい出会いを求めたりしていけたらなと思ってます。いいですね、弟子さんが日本にいる間こういう貴重なチャンス、会えるチャンスがいただいて本当に嬉しい。いや、こちらこそです、本当にありがとうございます楽しい、話すのは。いや、こちらこそ本当に楽しい。はい、皆さんここまでご覧いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、もし私たちがね今後2人でできる企画、面白そうなアイデアがあればぜひ共有していただきたいなと思ってます。お願いします。これ2人でこれ食べてほしいとか、まあ、これについて2人で、まあ、本音言ってほしいとかみたいなトピックとかがありましたらぜひコメントに書いてください。シュウさんのチャンネルもご確認ください。そしてこれからサムライフラッグチャンネルからのプレゼントがあるそうですが、そしてシュウさんが前の動画で何を食べたいって言ってたんでしたっけ？うなぎ
うなぎです。うわ、食べたことない、食べたことないので、うん、すごい、はい、しゅうさんがそれを初めて食べるのなんか私も見たい本当に私は食べたことあるんですけど、また食べたいなと思ってた。ぜひ一緒に食べましょう。なので美味しそうなうなぎを食べに行きたいと思います。はい、ここまでご覧になっていただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらサンマライフラグチャンネル登録よろしくお願いします。あと、もしよかったら私のチャンネルシェルブルガリア検索していただけると嬉しいです。そして、はい、私さんのチャンネル、はい、皆さんもしよかったらネバネバチャンネルと説明欄に貼ってあるリンクから私チャンネルというリンクを開いていただいて、そちらにも登録していただけたら、近々に結構面白い、まあ、ドキュメンタリー系の動画が公開されると思いますので、ぜひ確認ください。皆さん、ここまでありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。またねー。またねー。